皆さんハモカ、夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城モカです。今日は11月30日、誕生花はカスミソウです。カスミソウには清らかな心、無邪気、親切、幸福といった花言葉があります。カスミソウには他にもピンク色に特別な花言葉を持っており、切なる願い、感激という言葉を持っていたりします。英語だと永遠の愛、純潔という花言葉も持っているそうですよ。お花の名前は、お花が春の霧のように細かく分かれたたくさんの枝先に小さな白い花をつけるためつけられたと言われています。カスミソウは柔らかくて清楚なイメージがあるため、単体でも部屋の花飾りや髪飾り、花束、ドライフラワーなどとして親しまれています。結婚式などでは、花嫁のブーケや花冠などに使われることもあり、皆さんも見る機会は多いのではないでしょうか。ドライフラワーの作り方はとても簡単で、主な方法は3つあります。1つ目は、コート掛けやハンガーなどに吊るすハンギング法。2つ目は乾燥剤を使ったシリカゲル法。3つ目は水を入れたコップなどに生けながら少しずつ水分が抜けるのを待つドライインウォーター法。どれも手軽なので、機会がありましたら試してみてくださいね。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城モカでした。今日も素敵な一日を過ごしくださいね。いってらっしゃい。